こんにちは。今回ご紹介するのはこちらの願いは叶うという一冊になります。いいですね、かわいいですね。この本はどのような、本なのかと言いますと、まさにこのタイトルの通りに願いを叶えるための本ということになります。そしてそれはどのような方法でと言いますと、潜在意識を使うと願いは叶うということが書かれている一冊になります。でこの本の構成は、この著者の方なんですが、これまで1万人のクライアントさんをカウンセリングをしたこの実績と経験に基づいたこの説明、それにこの願いを叶えるためのこの名言のようなものが、このジョセフ・マーフィーヌの言葉っていうものが載っています。そしてこの癒される猫の写真とこの3点セットで全編作られていまして、一つ一つは本当に 1,2 ページぐらいですので簡単に読めて、そしてこの潜在意識に訴えかけてくる、そういう構成になっています。非常に簡単に読める内容で、しかもこの心の中に届くような構成になっていますので、毎日気に入ったところを、気になったところをパッと直感で開いて、そのページのことをちょっと意識する、それぐらいでもこう非常に実は効果が出てくるのではないかなというふうに感じた一冊でした。とてもおすすめですので、ぜひ読んでみてください。